はじめましての方も2度目まして以上の方もおつまわり、かしまわりでございます。はい、本日は ACL ラウンド16ファーストレグサンフレッチェ広島戦のプレビューです。はい、では基本情報へ参りましょう。今回は J リーグクラブとの対戦ということで ACL ではございますがリーグ戦の状況から見て参りたいと思います。はい、鹿島は現在3位、勝ち点が27、8勝3分け4敗、得点が24、失点が13、得失点差がプラス11となっております。一方の広島は現在8位、勝ち点が23、7勝2分け6敗、18得点10失点、得失点差がプラス8となっております。まだ通算成績ですけれども鹿島側から見て65戦36勝8分け21敗、直近の成績は3勝2敗となっております。はい、では基本フォーメーションの確認から参りましょう。鹿島左から右 4-4-1-1 に対してサンフレッチェ広島が 3-4-2-1 となっております。往年のように 4-4-2 のフォーメーションに対してのメタ型といったような形の戦い方をしてくるチームでございます。はい、サンフレッチェ広島ですけれども今季非常に失点数が少ないチームとなっております。またその失点パターンというのも、最終的なパターンに関しましては完全にばらけていると、決まった失点パターンというのが、今のところないというようなチームにはなっております。はい、で、この失点のところの形等々も含めるとこの試合に関しては全体的なそのチーム同士の戦術というところではなくってどちらかといえば選手同士の局面局面の質のところの戦いになってきます。でまず、広島のビルドアップですけれども、まあ、相手がこちら鹿島は2トップなのでおそらくこのまま3枚でビルドアップしてくることが予想されます。で、まあ、一応川辺なんかが降りてきて4枚になったりして守備はしてくるんですけれども、おそらくこの2に対して真ん中を2にしてしまうとサイドにしか逃げれなくなってしまうのでここで捕まってしまう可能性が出てくるんですね。なのでおそらくこの試合は川辺等々降りてくるわけではなくってきっちりこのような形で5枚に分かれてビルドアップの方をしてくるということを一応貸し回りとしては予想をしております。はい、ですからこの形であれば鹿島としては今取り組んでいるゴーゲンプレス、こちらのところでハメに行くことは可能なわけですよね。この形に関しては今季、定評があると言いますか、この形のチームに対しては今季かなりこのゴーゲンプレスハメには行けていると。で、今回広島逃げ場所である一つのそのゴールキーパーのビルドアップ参加というところですけれども、大迫がコパアメリカで招集されておりまして不在です。ですので、まあ、代わりがおそらく中林だと思うんですけども、彼自身は、まあ、そこそこその足元ない選手ではないですけれども大迫よりは劣ると、どちらかといえばスローワーといいますか投げる方で正確なスローをしてくる選手のようなイメージがございます。ですので、まあ、バックパスのところも狙い目になってきますし、まあ、サイドのこちらのサイドバックのところここも狙い目になってくるというところで、鹿島としてはやはりこの左側こちらの方へ強弦狙いを持っていきたいというところになってまいります。はい、で広島にはこの先逃げ場所がございます。ドーグラス・ビエーラであったりパトリックという強力なワントップのブラジル人がこのチームには所属していると。で、前後半交代も含めて2人ここの質は変わってこないということで、逃げ場所であるここのドーグラス・ビエーラのところ、ここのところとセンターバック2人がどう戦っていくのかというところ、ここでやはり逃げ場所というところを逃がしてしまうとどうしてもしんどい戦いになってしまう、得点のようにしんどい戦いになってしまうというところと、もう一つ逆側のアイソレーションのところですね。
はい、鹿島だいぶ苦手としている柏選手がここに入ってくるんですけれども、まあ、ここのところでどういった戦いがこのサイドの2枚と繰り広げられるかというようなところですね。ここのところに関しても局面ということで、まあ、サイドバック対柏選手といったところの局面、ここのところはかなり見ていきたいところで、縦の突破も内側への突破も格闘技もですね、どちらも持っている選手なので、ここが長きであれば縦の突破のところは致し方なしということで、結局中で跳ね返す、逆サイドまで考えて跳ね返すといったところまで考えるようなところっていうのは少し考えなければならないかなと。もしかするとその辺の点を考えると、町田安西というサイドバックの組み合わせでもこの試合に関しては悪くないんじゃないかなというような気はしています。ですから単純にこのドーグラス・ピエーラのその高さのところも含めてですと、やっぱりここで逃がせる場所っていうのを少しでも潰しておくっていうことっていうのは戦略として一つものになってくる部分かなと思いますので、そのこのセンターバックの組み合わせっていうのは一つこの試合に対して面白い組み合わせにはなってくるのではないかなというような気は貸し回りとしてはしております。はい、でもう一つ、今広島リーグ戦で10失点しているんですけれども、セットプレーから 20%、 クロスから 20%、 スルーパスから 20%、 ショートパスから 20%、 こぼれ球から 20% ということで、失点がすべてばらけております。まあ、ズフェテが2点ずつ取られているようということなんですけれども、このすべてがばらけているにもかかわらず、一つだけこの失点、ほとんどの失点に共通点がございます。それがセンターハーフの推進、真ん中からの推進ですねによる失点、これが非常に多いと。これをサイドに散らしたり、真ん中でここで絡ませたりとかっていうことで、センターハーフの推進を非常に許してしまっている点があるんですね。で、これっていうのはまず前線の3枚のプレッシャー、ここを剥がされた後のセンターハーフ対センターハーフのところの質の部分、ここのところで少し、状況が変わってくるということですね。で、間延びがあるんですよ、ここのプレスとの連動の間のところで。ですからここで1個かわしてしまうと、センターハーフが縦に推進していけるということで、その点も含めて考えると、まあ、ここは名古屋レオどちらでも構わないような感じにはなるんですけれども、かなりそのセンターハーフの推進というところで鹿島としては優位性を保てる部分になってきますので、ここの部分ですね、センターハーフ対センターハーフのところっていうのは非常にこの試合注目して見ていくポイントになるのかなと思っております。はい、まあ、10失点しかリーグ戦でしてない広島ですけれども、 4-4-2 型と言われているチームに対して6失点しているんですね。で、その6失点いずれもそのセンターハーフの推進絡みというのが基本的についてきます。セットプレー前のファールとかの位置もそうですし、だいたいその辺のところで、まあ、そのセンターハーフが、まあ、縦に推進してくる部分からの失点というのが非常に多いということで、まあ、この試合のその注目点といいますか、攻めるポイントというのはまずそこの部分になってくるかなと。ですので、まあ、どちらでもいいわけですよね。ポゼッションでもその辺は鹿島としては今活かせる部分ですし、カウンターでももちろんそこもしっかりですし、今のところとしては鹿島割としては戦いやすい、組みしやすい相手ではあると思っております。はい、で、まあ、その中で、まあ、ファーストレグセカンドレグということで180分のマネージメントが必要だというところで、まあ、それでも1週間は空きますんでね、この後はまずこの試合に関しては準備期間が非常に少ないわけですよね。中3日しかないわけなんで、まず自分たちの持ってるもの同士をぶつけるファーストレグになるということになってくる。まあ、対策というよりはその修正うんぬんかんぬんというよりは、まず自分たちの持っているものをまずぶつけるという対決になると。そういった中で、まあ、3-4-2-1 というフォーメーションに対して、その左の剛源が鹿島は今のところはめることができているということを考えると、
スタートの10分15分ここのところでの得点取れるかどうかっていうのは、まあ、ホームで先に戦う部分ですし非常に大切になってくる部分だというところでございます。まずこのホームを 2-0 で終えることができるならば最高の結果だというふうに見て取れるわけですよね。まあ、もちろん失点をしてしまうとアウェーゴールの関係がうんぬんかんぬんってなってくるんですけれども、そのファーストレグがホームでアウェーの時がセカンドレグに来るっていう時の戦い方っていうのは鹿島アントラーズのそのチームとしてのなんていうんですかね DNA の中で非常に得意としている部分なので、その辺のところも特に考えずにまずは引き分け以上の結果を狙いながら 2-0 っていうところが非常に最良の着地点なのかなというようなところで鹿島アリとしては思っているところですね。ただしその豪言のところで最初の10分15分のところの先制点取れるか取れないかによってその後の165分ですかのマネージメントというのを一気にガラッとプランを変えて考えることっていうのも、まあ、2つの筋道でねいうのもありなのかなっていうふうには個人的には思っております。要するに、その最初の10分15分のところで先制点ができるかできないか、できればそのまま 2-0 で勝つために引いてカウンターっていうところを狙ってもいいと思いますし、まあ、それで終始してとりあえずファーストレグをそれでしのぐと、で次の試合は試合を完全に殺しにかかるというようなところに持っていけばいいと思いますし、もし仮に 10分15分で先制できなければまずそこの試合を引き分け 0-0 のところのプランで考えていって、次の試合でどういう修正を施してアタックしに行くのかっていうようなプランで2つの通りのプランを考えてもいいのかなというようなところで個人的には考えているようなところでございます。はい、ですので、まあ、リアクションといったところの意味合いで、このファーストレグはまず本当にお互いに自分たちのそのものをね出す戦い方になりますので、その辺でどう相手が出てくるのか、どういったメンバーを使ってきて1週間後にどういうふうに変化を加えるのかっていうところを様子を見るターンにお互いになりますから、まあその鹿島としては豪言で最初の時間ねアグレッシブに行くとは思いますけれども、言うても硬い試合にまずなってくるかなと。広島としてはファーストレグのこの試合はできれば負けたくないっていうところだと思いますんで、おそらく硬い試合にはなるかなと。なので、まあ、その硬い試合にお付き合いしないようにするためにもまず最初の10分15分で先制をしておくと、それをすることによって相手のプランをまず崩しに行くっていうところなので、最初のその暴言プレスをかけてからの得点パターンっていうところ、ここのところには非常に重要視して見ていきたいなというようなところでございます。はい、本日は ACL ラウンド16ファーストレグサンフレッチェ広島戦のプレビューでした。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、鹿島アリを応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。